天皇杯全日本選手権第7日、25日、川崎 0-1 柏、トドロキ、日本代表、ハリルホジッチ監督が川崎柏戦を視察した。川崎がベストメンバーではなかったこともあり、リズムの高い試合ではなかったが、柏がうまくコントロールした、と勝利した柏を称えた。柏の、GK 中村、FW 伊藤らは良かった、とコメントした。11月の欧州遠征に臨む日本代表メンバーは、31日に発表される。